ストライプのとつき京太郎ウィズ。はい、ということで今日は2人ということで僕が企画を持ち込んでまいりました。バスケットランチとか行きたいです。この企画なんですけど、僕はカメラマンとなって、今回はたつきにランチに連れて行ってもらいます。そのプランとかも全部考えてもらって行く予定で、でこれをメンバー全員に一人一人なんていうシリーズ化して、一日のその内容で彼氏にふさわしいかどうかということを見定めていきたいと思います。てことでどうですか、自信とか。自信、雄大、翔太、大輝の中やったら間違いなく一番モテるから。ああ、それは間違いないかもしれない。うん、まあ、ただ俺にはお金がないっていうのと、うん、性格もない、地位も名誉もない、魔法の絨毯ない。ブルマトランチも流行ってますけどね。ブルマトランチ、ブルマトランチね、ブルマトランチも流行ってますけどね。ブルマトランチって言ってもらうね。初めて聞いた、ブルマトランチ。じゃあ早速行きましょうか。はい、せーの、アリシャース。はい、ということで早速ランチに、どこに行くんですか。あ、内緒。いやー楽しみ。ランチとかよく行きます。行かん、行かん。彼氏企画やから、今日は俺のこと女の子と思って、俺のことも考えながらやってほしいね。うん、どうしようかな。どこ行くやろ。まだ俺も決まってないよ。決まってないよ。決まってない。女の子やったらやっぱり話しながら決めていきたいタイプ。あー、いいかも。何食べたい。うん、俺は、うん、辛味チキンが好き。バリバリ安いけど、醤油も知らん、イケボやな。知らん、全然伝わらない。ハンバーガー行こうよ、今から。めっちゃいいよ。いい、何でもいいよ。おっぱいいるやん。俺は女の子やし。じゃあ俺のおすすめのハンバーガー屋さんに。うん、いやー楽しみやね。ちょっと距離あるけど。どんぐらい。4時間。やばいって、あれ企画終了じゃん。俺どれぐらいおもろい。どれぐらいおもろいか。いや、こういうこと女の子言ってるから俺。お前、まあ、女の子にボケ振る。めっちゃ嫌な、しかも振り方するやん。一緒におってどれぐらい楽しいか。うん、ハリドリ5分待ち。俺の人生ハリドリみたいやから。うん、上がっていいやつ。上がって落ちて、上がって落ちてやもんな。うん、まあ、でもそうやって今 YouTube やってんのが何より楽しいな。ね。意外にね、見てくれてた。そう。コメントとかも結構あったからさ。なんか、あれやな、普通にレベル高とかあったな。うん、嬉しいな。うん、超オフな俺らをお届けみたいな。そうやな。しかも夜今飲食、俺ら大阪やから緊急事態宣言とかでな、あんまご飯とか行きにくいから、やっぱランチとかかな、俺らの楽しみになってきてるしな。そう、さよならうなじみ、ごくさいのこんな女だったら帰るわ。俺よりテンション高いな。自分より超えてくる女とかめっちゃ嫌やもん。めっちゃな。めっちゃめっちゃ嫌や。逆にどういう女がいいか。ああ、俺がちょっとなんか、あ、この子いいなと思うポイントあんねんけど、うんうん、なんかほんまちっちゃい子で、そんな大きい子じゃないけど、トイレとか行った時に、うん、トイレットペーパーを三角折りする子とか。マジで分かるよ。うん、出しやすいようにやろ。出しやすいように。俺、そういうなんかな、あ、誰も見てないやん。うん、けど、あ、三角折りしてんねやってなんか。マジでキュンってくる。細かすぎて、俺逆やわ。めっちゃ細かい。俺真逆。何？トイレに行ってきて、普通にうんこついてると思う。真逆すぎるやろお前。汚な。それとか全然好きよ。なんかその後なんかうんこついてるとかで見せてきてくれたら。何も変わり。キュンってする。いや、なんかめっちゃちゃんと俺日本酒を出してくる。だからなんやろな、可愛い子ぶってなんかしてるよりかは、ああ、アリマンスをねの方が好き。なんかこんな感じで寝てるより、うん、こんな感じで寝てる方が、ああ、重くそうな。そうそう、へえ、好きやな。なんかいい感じにつなげたな。うん、こう、うんこからいい感じにつなげたな。そうやな。けどまあ確かにな、スーッて出してくれたらな。嫌なとこ、こういうの嫌やなみたいな。何が嫌や、焼き
具だけ食うやつ。うめぇぞね、ペラペラな生地が残る。マジで聞いた、それ。まあ言うてもあと5分くらいで。あ、マジそんな近いんや。やっぱ運転してくれるってとこと、うん、やっぱ まだ10分15分で行ける距離、これはもうすんごいポイント高い。ちょっと減点ポイントとしてはバンバン面白いこと言えみたいな振りを振ってくる。そうや、俺があんま面白いこと言われへんから。やっぱ笑かしてほしいよな。女の子に、うん、めちゃくちゃやこいつ。そうやね。うわぁ、あっ、うわぁ、お前どういうこ、お前、俺すげえビビったわ今。どんぐらい怖い、どれぐらい怖い。普通に歩いてる人が全員目3個。怖っ。やっぱり怖いよ。なんやねんこのデート。なんやねん、おもろいことの言い合いか。デート、なにこれ。そんな、もうちょっとなんか2人で楽しめる会話したよ、うん、お前おもろいこと言えみたいな。あ、でも動画気にしてて、普通なら俺は洋楽とかかけて。洋楽、うん、お前が、うん、聞かんやろ。聞く聞く。あーぜーのパパロと。お前好きやったもん洋楽っていうの。あれはええんかい。中江ったなんか聞かんない。ちょっとこういうガキみたいな女の子呼んで。ああ、俺さ、うん、明るい子。なんか俺逆に言ったら本めっちゃ読んでる子の好き。ああ、メガネかけてデッパでこれ腕これ腕ニキビで。それニキビだけは理解できん。めっちゃそれ暗い子っていうか、俺黒い子好きやな。あのガングロルカク、ルカクぐらい、ルカクぐらい黒い方が、ルカクより黒い方がいいな。駐車場かこれに食べた方がいいっすね。ああ、そうなの。え、なにこれ、ラブホ。明治の前にラブホ。え、マジマジホ、マジホ。これガチ今日撮ろう。嘘なしラブホ。嘘なしラブホ、積極的。お前どやりまんか。設定はやりまんやで。設定はやりまんニキビ。え、ちょっと待って、遅すぎやろ。はい、ここ俺が行きたいの。これラブホや、やっぱ。やっぱラブホや、やることしか考えてんこいつ。あかんわ、もう。ちょちょちょ、入らない、入んない、入んない。あ、ここみたいです。で早速行ってまいりましょう。お、おしゃれ、超おしゃれ。はい、着きました。どうなん、女の子をこっち側に座らすってどうなんな。これが自己中って言われるところやな。来ました、じゃあ来ました。うまそうすぎる、うまそうスイート。うまそうすぎる。食って見てよ。うわ、うまそう肉ね。え、これ外さんの。マクロゲーマ、うまい、うまい、やばい。はい、完食いたしました。死ぬほどうまい、やばい。これは点数高いですよ。いや、美味しかった。やっぱ食後はコーヒーですよ。あ、やった。どうしたん。サングラス。え、ちょちょ、かけてるよ。え、何こいつ。こんな彼氏やだ。え、本気で言ってんの、怖っ。教える傾向、教える傾向なら簡単か。だけど韻を踏むのは難関さ。このビート乗ったタンタカタンから今日シャー食べちゃうハンバーガー。ところ見せてゆく俺のスタイルがビーツにはまり出す頃、俺はまるで殺すぞなんて言わねえけど、しっかりと見せるこの腕、この腕、この風呂でさっつけていくだけの話。頭かパッパラパン、お酒ならタンタカタン、俺ライカの真っ赤さ気になってるから朝っぱらからなっていうような状況でもかけなく俺行くぜ。このマイスタイルライフどころかこれタイプ。はい、ってことで、ユーチューバーっぽいやろ、これが一番。どうやった？俺のランチ、ブレブレとランチ、タツクとランチ。ほんまに、まあシンプルに1個目の感想として楽しかった。めっちゃ大事だね。うん、まあけど、まあ途中なんか店でソファーの席座らせへんかったりとか、まあクズ発言多いとか、うん、女を見てるとか、うん。女の子にボケ振る。めっちゃ嫌なしかも振り方するやん。あったけど、もう何よりもなんか美味しい店を知ってるっていうと
こはもうすっごい高ポイント、俺の中で高ポイント高ポイント高ポイント上からみんなよりも一歩リードなんつってということで、これ言ってなかったんですけど、タツキのこのランチシリーズ優勝者には豪華なプレゼントがあります。リュックのヘッド豪華なプレゼントはまた後日発表します。じゃあもう今日はタツキとのデートってことを、はい、終了して、はい、締めに、はい、はい、はい、行きましょう。